映っていますか？どうも、超あるサッカー TV のうっちーです。ちょっと間違えて自分の裏側を見せてしまいましたね。はい、ということで、皆さんお待ちかね、裏話ニュースのお時間がやってまいりました。先日の生配信見ていただいた方、どうもありがとうございました。朝早くからの配信だったんですけれども、思ったより人が集まってくださって、すごく、楽しい配信になったかなと思いますね。で、僕の MC の方はまだ全然ダメだったんですけれども、引き続き温かい目で見ていただければなと思います。改めてどうもありがとうございました。ということでですね、僕の大好きなリバプールがチャンピオンズリーグで、14年ぶりに優勝したということで、こちらを記念しまして、今回はそんな僕の大好きなリバプールを、再びヨーロッパの頂点に導いてくれたクロップ監督についていろいろ語ってみたいと思います。クロップの人間性の部分ですね、率いる選手を強烈に引きつけてしまうこのカリスマっていうのを、なんでクロップがここまで好かれるかという部分について、ちょっと語ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。クロップが好かれる理由っていうところで、すごくたくさんの人間的魅力を持った人だなとは思うんですけれども、例えば他人を傷つけない笑いを取れる、ユーモアの部分だったりとか、自分だけじゃなくて周りの人も熱くしてしまうような、情熱的な部分だったりとかっていうところはあると思うんですけども、結局選手にとってクロップが理想の上司だからすごく好かれるのかなと思います。一口に理想の上司といっても、人それぞれいろいろな理想があると思うんですけれども、クロップに関してはですね、本当に部下を守る、選手たちですね、選手たちを守るっていうところが、とてもうまいなと思います。というのもですね、今回この動画を作るにあたりまして、クロップ自身のインタビューだったりとか、ジャーナリストだったり、クロップに指導された選手のインタビューとかいろいろ調べたんですけども、自分の選手にプレッシャーをかけるようなことがまずないそうですね。で、これは後でもう少し詳しく触れるんですけども、クロップ自身は、プレッシャーだったりとか、選ぶったりするだけで選手を動かすということには、限界があるということを、よく知っているみたいで、反対に、サッカーも勝負事なので、勝敗で起こるプレッシャーっていうのがあるんですけれども、そういうのは、極力自分自身が受け止めるようにしているそうです。で、いろいろな例があるんですけれども、最近の例で言うと、チャンピオンズリーグ準決勝のバルセロナセカンドレグがありましてね、これはファーストレグ0対3で負けていたので、4対0で勝たないと負けてしまうっていう大一番だったんですけれども、この試合の前にロッカールームでしたスピーチっていうのがちょっと報道で出ていたので紹介してみたいと思います。負けても批判されるのは私だから心配しないでプレーしてほしい。奇跡を起こそうと意識しなくてもいい。4ゴールを取りに行かなくてもいい。まずは試合をプレーすることに集中しよう。少しずつ勝っていけばいいんだ。これはもちろん全文ではないんですけれども、選手たちに極力プレッシャーがかからないようにして、選手たちが気持ちよくプレーできるようにという配慮が伺えるコメントだと思います。で、実際この試合リバプールが4対0で大逆転勝利を収めたんですけれども、もちろん負けることもあります。そういう時はですね、クロップは、これは僕が個人的に思っていることなんですけど、自分が批判を浴びるようなことを、わざと発言する節があるなと思います。結構これは有名なんですけど、リバプールが負けたりとか勝ち点をこぼしたりすると、クロップはよくその芝の状態が悪かったとか、審判の判定がちょっと悪かったとか、これは結構批判が殺到したんですけど、風が強かったとかなんかそういう馬鹿げた理由でを、で言い訳する節があるんですけど、これも実は、選手を守るための言い訳なんじゃないかなと思います。この負け試合の後に選手じゃなくて、自分に批判が集中するように誘導するっていうのは今モーリーニョがよくやった策ですけど、クロップも実は同じことをやっていたんじゃないかなと思います。で、実際に風が強かったとか言った時って、結構選手のパフォーマンスじゃなくてクロップの言い訳何なんだみたいな報道だったりとか、そっちに批判が集中したので、僕たちも気づかずに実はクロップの術中にはまっていたという感じになったんじゃないかなと思ってます。ただですね、クロップは単純に選手をかばってるだけじゃなくてですね、個々の選手の能力を最大限に引き出す手助けをしていて、選手もそれを実感できているっていうところが、すごく選手からも信頼されている
要因かなと思うんですけれども、今現在リバプールで指導を受けているヘンダーソンが2017年にしたインタビューによりますと、クロップは選手がミスしても怒らないそうですね。ただ一つだけ怒るところがあると、それは選手が自分の力を 100% 発揮していない時だそうです。例えばその時にいたコウチーニョだったりとか、まあ、今でも活躍しているマネはすごくドリブルが上手い選手なんですけど、そういう選手がですね、ドリブルで勝負に行かなかったりとか、なんかパスばっか出してたりするっていう時にめちゃめちゃ怒るらしいですね。なのでこういう指導をしているので、まあ、選手は失敗を恐れずに伸び伸びプレーできるんですけれども、その中でも、まあ、自分の力を最大限に、伸ばすだったりとか最大限に発揮するっていうところに関しては、自分でしっかり自分を追い込むことができるように指導されているっていうことですね。でですね、このクロップの、まあ、マンマネジメントのスタイルがどこから来たのかっていうことはちょっと気になったので調べてみたんですけれども、ドイツ人フットボールジャーナリストのラファエル・ホニグスタインさんという方が書いた、このクロップの伝記ですね、プリング・ザ・ノイズという伝記なんですけれども、これをこの動画のために僕読んできました。この本にはですね、クロップ監督の幼少期の話だったりとか、現役の選手だった頃の話と、まあ、マインツでまだ監督になったばっかりだった時の話とか、いろいろ順を追って、まあ、今まで聞いたことない話がいっぱい書いてあったんですけど、この本を読んでいくとですね、クロップがどのような経験を積んで今のようなカリスマ的な監督になったかっていうことがすごくよくわかるんですけど、この根底の部分にあるのが、自分が選手だったらどう指導してほしいのかということが、まあ、自分の実体験に基づいて、まあ、形成されているのかなというふうに思いました。例えばですね、クロップのお父さんはすごく厳しい人だったみたいで、今お父さんももともとスポーツ選手になろうとしていたんですけれども、その夢はまあ家族の反対もあって叶わなかったということで、自分の息子のクロップには絶対にスポーツ選手になってほしいと思ってたみたいで、まあスパルタ教育を受けて育っていたようです。例えばなんですけど、まあ、クロップがまだちっちゃい頃ですね、週末はですね、朝6時に叩き起こされて父親にテニスコートに連れて行かれたそうですね。でそこで、まあ普通に教えるんじゃなくて、もう本当にガチンコ勝負をされて、ボコボコに毎回やられて帰ってきたそうです。で、まあ、もちろんサッカーの練習にも連れて行かれて、普通のパスの練習とかじゃなくて、もう雨だろうが何だろうがずっとヘディングの練習をさせられたそうですね。でヘディング少しでもミスると、ピッチを何往復も走らされてというような、すごいスパルタな教育を受けたらしくて、まあ、自分を追い込む大切さみたいなのは学んだと思うんですけれども、自分としては全然楽しくなかったというようなことを覚えているそうで、こういう実体験がプレッシャーだけで選手を突き動かすのにはちょっと無理があるんじゃないかなっていうようなことを自分で思ったきっかけになったんじゃないかなと思います。またですね、クロップが現役のサッカー選手として活躍していた頃は、監督と選手の関係もちょっと今とは違ったらしくてですね、特に当時のドイツでは根性論の監督がほとんどだったそうですね。なので試合中も基本的に監督はもうピッチの外で選手に隣つけているという感じで、もし試合に負けたら、それは監督のせいじゃなくて選手が不甲斐ないからだというような判断を周りからされるような時代だったそうです。まあ、こういう経験を受けて、反面教師じゃないですけども、自分はこうなりたくないなとか、自分が選手だった時これ嫌だったなっていうような経験が、今の選手を守ったりだったりとか、監督自身が責任を負うというようなスタイルにすごく影響してるんじゃないかなと思います。またですね、クロップはちっちゃい頃、全然スポーツ選手じゃなくてお医者さんになりたかったそうです。なんでお医者さんになりたかったかっていうと、なんか人を助けたいとか、他の人が気持ちよく生活できる手助けをしたいっていう願望が、ちっちゃい時からあったそうで、そういう部分も今選手が自分自身の能力を最大限に活かせるように手助けしてあげたいっていうようなところにかなり影響してるんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっとグダグダした説明になってしまったんですけれども、簡単に言うとですね、クロップが選手に好かれている理由は、まず選手をプレッシャーから守るということですね、と、自分自身がプレッシャーを引き受けているんですね。そして、選手が気持ちよくプレーできるように、そして個々の力を最大限に発揮できるように、きめ細かい助けをしっかりしているということですね。この3つがあるので選手からすごく信頼されているんですね。クロップはどこのクラブでも、選手がですね、サッカー以外のことで悩みがあった時にも相談に行けるような存在で、
あったと書いてありまして、ピッチの外での信頼関係もすごく、あるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はですね、僕が大好きなリバプールの監督を務めているクロップ監督についていろいろ語ってみましたが、いかがだったでしょうか。敗戦後の醜い言い訳でちょっとクロップのことを嫌いかもしれないと思ってた方、これを見てクロップのことが好きになってくれたらすごく嬉しいです。クロップ監督、僕は本当に理想の上司だと思うんですけれども、皆さんどう思うでしょうか。クロップよりこの監督の方が全然俺に合うよって思う方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後は今週の特典映像です。今週の映像はこんな風になっています。どうぞ。以上、超オールサッカー TV のうっちーでした。バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他にもやってほしい企画、質問などございましたらコメント欄の方まで待ってます。他にもいろんな動画ありますので見てみてください。ハブナイス。